井戸端バタ。今回の井戸端会議はメンバー自己紹介。イエーイ。さあ、では自己紹介をしていきます。あ、ここでのあだ名を順番に紹介したいと思います。私は、楓っていうのと楓さん、楓ちゃんなどいろいろあります。はい。僕はつよしとか、なんか金曜日にいつも来るんで金曜日までと思います。そんなに言われてんの？私はちはるんって呼ばれてます。はい、ね、金曜日マン、よろしくお願いします。次は好きなこと。お、好きなこと、じゃあちはるんから。はい。私も好きなことは漫画を読むことと食べることと寝ることです。うわー、はい、生けもんです。生けもん、よし。僕の好きなことはゲームをすることと食べることです。食べること、会社は食べること、この順番で。はい、私も食べることは好きですが、推し活が好きです。推しメンは桜坂46の山崎天ちゃんと、すみっこ暮らしが好きなのですみ活をよくしています。イエーイ。好きな食べ物です。好きな食べ物、じゃあつよしから。僕はお寿司のイカが大好きです。イカイカばっか食べてます。次、カエルさん。はい。カエルさんですよ。はい、私は、焼肉のハラミとタンが大好きです。あと、いちごとバナナと、チョコレートとマカロンとタルトが大好きです。イエーイ。一番食べるの好きですね、多分。確かに。もや。私は、いちごが一番好き。一緒。果物は全般大好きです。一緒です。以上です。で、次が好きな漫画アニメ。漫画アニメ、カエデからいく。カエデさん、カエデからいく。はい、はい、私の好きな漫画アニメは、ヒロアカとハイキューと東京グールと、あ、天使なんかじゃないと、ケイオンとかぐや様とリゼロとチェンソーマンが好きです。あー、イエーイ。おい。次、じゃあ私。あ、私は最近スラムダンクにハマってます。昔やってたスラムダンクを一生見てます、最近は。で、あとブルーピリオドとマギ、チェンソーマンとチャージ X とハンターハンター、うん、と、持田亜紀先生の書く漫画が全部好きです。僕はトリコとワンピースとハイスクール記念組っていう、おにゃんこクラブぐらいの世代のアニメが、昔の漫画がすごい好きです。なるほど。あ、好きな色を次は発表します。青、緑、青、水色、緑、白、黄色、パープルが好きで、欲張りですね。全部多い。じゃあ、3人の自己紹介が終わりました。じゃあ、井戸端メンバーは以上になります。せい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 、ちょっとお待ちくなんせー。何それ。はい、どうも。あなたは誰ですか。忘れてるいなかったんで。誰ですか、あなたは。いやいや、自分で言わなかった。上岡です。あれ、月刊ウェロチャンネルの方じゃないですか。あ、確かに。ご存知ですか。はい、ありがとうございます。ご存知いただいてはい。好きな色。
好きな色は。そうやもんよ。だって好きな色は。色は緑。好きな漫画。好きな漫画はいっぱい好き。ナルト。スラムダンクも好き。他でもアギブの空も好きです。はい。誕生日は。誕生日10月1日です。おめでとうございます。はい。では。みんなで井戸端のいいところとか、なんか井戸端ってこういう雰囲気だよねみたいな、なんか言い合いしたいなって思います。はいはいはい、井戸端のいいところ、2階建て。おー、最近ウイロモによく行くようになって気づいてるけど、3階はしんどい。確かに、3階はしんどいで、2階建ては1階は寂しい。うん、2階建ていい。以上。盛り上がりゼロや。なんかもう、落ち着いちゃった。落ち着いちゃった。ファミリー感よくあるって言われるよね。あ、そうだね。確かに。おばあちゃん家感。確かに。あ、古民家感ね。それが落ち着くみたいに言ってくれてる子もいいですね。ないの2人は。ありすぎて、ありすぎて困るんですけど、一番はみんな可愛い。みんな可愛い。みんな可愛い。可愛い。可愛いし。可愛いし。優しい。優しい。優しい。好きなタイプはと聞かれた俺の優しい人とかっこいい人とか。違う違う違う。何言ってる？違う。違う違う。でもね、この小ささがまあいいよね。逆に魅力なんですね。あとは少人数の校舎が井戸端だけなので、落ち着けるかなって。なんか人数多いの苦手な人、まあ俺もそうだったけど、そうですね。この中での輝いてる姿っていう、確かに。おかしはそんなんじゃないっていう、そうですね。いいですね。井戸端でしか見せないね。締めるのは。はい。じゃあ、次回の井戸端会議は、かえでさんと千春と僕でかえでキッチンやります。絶対食べに来たんだよ。じゃあ次回も見てください。以上、井戸端